皆様明けましておめでとうございます。昨今の不安定な経済情勢の中、はい終了。なんでやねん。真面目すぎるんだよ。経済情勢の話をして面白い挨拶など存在しない。偏見すぎる。ということで今年の目標は、今年は脈絡がないな。というかこれお前の目標か？違うよ、ウプ主にこのチャンネルの目標を考えてもらった。へぇ、チャンネル登録者数40万人とかかな？じゃあ今年の目標は、生きる。目標が低すぎるだろ。だって最近 YouTube って競争が激しくて子さんは維持してるだけで立派なんだよ。自分で子さんって言うな。それで生き抜くために現状維持じゃなくて色々と挑戦もしていくという意味です。あら意外に考えてた。そんな低い意識でどうする。今年はウサギ年飛躍の年にせねば。急にどうした？そんなウサギ年にぴったりな投資案件があるのですがいかが？なるほど、ぜひ入らせていただきます。というと思ったかかす。ひー。一応聞いてみるがどんな投資なんだ？仮想通貨のアービトラージで稼ぐってやつみたい。半年で倍にしてくれるみたいだよ。そんなん騙されるか。ひー。一応実績も出てるみたいだよ。明らかにチャールズ・ポンジのポンジスキームだろ。チャールズ・ポンジって？お前チャールズ・ポンジを知らないのか。だから騙されるんだよ。それじゃあチャールズ・ポンジについて解説するな。いや結構なんですが。聞いてくれたら井村屋のおしるこを用意しよう。全財がいい。しょうがないな。ということで今回解説するのが、チャールズ・ポンジだ。ポンジスキームは聞いたことあるけど、その語源となった詐欺師だ。そんなにすごい人なの？一応いろいろと調べたけど日本だと情報が少なくてウィキの情報も結構入れてるので注意してほしい。はい、わかった。チャールズ・ポンジの本名は、カルロ・ピエトロ・ジョバンニ・グリュエル・モテバルド・ポンチ。え、なんだって？だからカルロ・ピエトロ・ジョバンニ・グリュエル・モテバルド・ポンチ。繰り返してほしいってことじゃないから。ポンジは1882年3月3日イタリアのルーゴという都市で誕生。イタリア人なんだ。郵便局員として仕事に就くもローマ大学に入学できた。大学まで行けたんだ。しかしポンジはお金持ちの友人について行ってバーカフェオペラに行きまくった。楽しそうな大学生活だな。そしたらお金がなくなって学位を取得できなかった。はぁ？それでアメリカに移住することにした。意味がわかんねえよ。まあ簡単に言うとアメリカンドリームを目指したんだと思う。確かこの頃は第一次世界大戦前くらいだったよね。1903年11月にボストンに到着。当時ポンジは 2.5 ドルしか持ってなかったそうだ。電波少年の企画でももう少し持たせると思うぞ。それでニューヨークのレストランで皿洗いをしながら独学で英語を学んだ。この時代の人間は努力しててすごいな。その後ウェイターにまでなったが釣り銭をごまかして警察に逮捕された。おい、まあでも出来心でついついやっちゃったんでしょ。反省して次は真面目にやればいいでしょ。その後はカナダのモントリオールに移住。ここで再起を図り国際銀行の水道係見習いの仕事に就いた。おお、結構良さそうな職じゃないですか。ここで客のサインを偽造して小切手詐欺を行ったことによりカナダの刑務所で3年の刑に服すことになった。くずすぎるだろ。1911年に釈放されてアメリカに戻ることになった。もう二度と刑務所に戻るなよ。イタリアの不法移民を密輸する計画に関与して逮捕されてアトランタ刑務所で2年過ごすことに。もうこいつダメだ。その後再びボストンに戻ると看護師として働く。看護師が死ぬほどに合わなさそう。しかしまた仕事を失った。仕事が定着しないな。それで各地を旅した時同じイタリア系アメリカ人出身の人と出会って結婚した。この経歴で結婚できたの？愛があれば障害を乗り越えられる。黙れ。クリスマスに焼き鳥と鬼殺しで配信してたやつが。うわーん。ポンジの母親が過去について恋人に告白したようだ。やめろババア、うまく騙せれば結婚できるんだぞ。お前最低だな。その過去を聞いた上で結婚した。天使か。それで彼女の父親が食品関連の会社をやっていてポンジもそれに関わった。お、今回はなんかすごい仕事じゃん。しかし会社はうまくいかず破産した。もう逆にすごいな。それでポンジはまた新しい仕事を探すことになるんだが、どうせ続かないだろ。ポンジは新しいビジネスを考えた。また詐欺なんでしょ？ポンジが注目したのは国際返信切手券。何それ。手紙を送るとき相手に送料を負担させたくないって時があるだろ。まああるよね。普通は返信用のハガキや切手を渡して返信してもらえばいいだろ。まあそうだね。ただし国際的な郵便のやり取りの場合その対応が難しい。それでこの国際返信切手券があれば現地切手と交換できるんだ。そんなんあるんだ。ポンジはこの同じ切手券でもアメリカとイタリアでは為替レートや物価の影響で金額に大きな差があることに気づいた。どれくらい差があるの？ 230% の利益になる。そんなに増えるの？ということはこれでポンジは大金持ちになるじゃん。ここからポンジは歴史に名を残すほどの巨大な詐欺事件を引き起こした。え、ここからなの？
1920年1月ポンジはセキュリティーズエクスチェンジカンパニーという小さな事務所を開いた。わずかな資金で事務用品もレンタル屋から借りたものだった。なんで買わなかったんだろ？レンタルだったら時間が経てば割高になりそうだけど。それでポンジはこう宣伝した。あなたの資金を増やします。45日から90日の間に 50% から 100% の利子が可能です。つまり90日預けたら倍になって返ってくるの？それでポンジはこの配当が可能な理由として、我が社は様々な投資で資産を増やします。一つだけ秘密の投資先を教えますね。それが国際返信切手券です。ということで実際に儲かりそうな話を出して出資を呼びかけるんだ。確かにあの方法だったらお金は倍になるね。それで最初の1ヶ月は18人で1800ドルの投資資金を集めた。まあまあ集まったな。ポンジは大きなオフィスに移動。ポンジの投資は噂も広まり急速に増えた。エージェントに手数料を支払って積極的に拡大した。やっぱ代理店を使った方が伸びるだろうしね。2月から3月になると投資総額は5000ドルから 2.5 万ドルに増加した。何その上がり方。ポンジは代理人を雇ってニューイングランドやニュージャージーでも投資家を探すようにした。ボストンから範囲が大きくなったな。それで5月には42万ドル、6月には250万ドルの投資資金を集めた。ちょっと待って勢いやばすぎない？7月では1週間で100万ドル、7月末には1日あたり100万ドル集めたようだ。ちょっと待って意味がわかんない。実際に儲かった人いたの？ほとんどの投資家は投資後も現金化せずに再投資に回した。まあそれだけ利益を上げてくれるところなんてないだろうし。当初投資家は労働者階級の移民で構成されていたがだんだんと拡大。ボストンの上流階級まで拡大したようだ。紅白もびっくりなほど全世代をカバーしてるな。前世紀にはボストン警察の 75% が投資してたとか。警察しっかりしてくれ。数ドルを投資する若い新聞少年から1万ドルを投資した銀行家のような富裕層まで千差万別。貯蓄から投資の理想型じゃん。それでこの集めた投資資金で国際返信切手券で大儲けしたんでしょ？実際国際返信切手券で儲けることは不可能だ。なんでさ、最初の1800ドルで転売しようとすると 5.3 万枚必要になる。はい。ある調査で判明したのはポンジが集めた資金で切手券で稼ごうとすると 1.6 億枚必要なんだが実際に流通しているのは 2.7 万枚だ。全然足りないじゃん。じゃあどうやって稼いでるのさ。何にも稼いでない。お前は一体何を言ってるんだ。一方ポンジはマサチューセッツに豪華な邸宅や車を購入。母親をアメリカに呼び寄せて新聞記者とニュース映画のカメラマンの前で妻と3人で撮影させた。気分は完全にスターじゃん。記者からはイタリアで最大の偉人と呼ばれてたそうだ。イタリア人ぶち切れてそう。母親は亡くなるのだが敬意を表してイタリアの児童養護施設20万ドル寄付すると約束。気分だけは完全に億万長者じゃん。あと少しでも利益を得るためにマカロニとワインの会社一部を買収した模様。マカロニだけじゃ全然足りんだろ。まとめると儲け話で資金を集めて運用して配当すると言いながら実際は新たな出資金で既存の出資者に配当するというものだ。つまり自転車創業だよね。でこの手法をポンジスキームと言われている。これがあの伝説の。じゃあ次にこの後ポンジがどうなったか解説するな。当初は記者たちもポンジに好意的だったが手のひら返しをし始めた。なんか手のひら返しした理由があるの？会社始めた時に事務用品はレンタルだったのを覚えてるか？ああそうだったね。もう買い替えたんじゃないの？その事務用品をレンタルしたところが突然司法当局に。ポンジに騙されたあいつは利益を出しているようには思えない。もしも受けてるんならなぜ未だに事務用品をレンタルしてるんだ。まだレンタルだったんかい？これに注目したのがボストンポストという新聞社。1920年7月26日から記事を出して問題点を指摘し始めた。あの切手券は事実上不可能ということね。これでおかしいと思っていた人たちが確信を得て多くの投資家はポンジに返金を要求し始めた。もうこれでポンジもおしまいだね。ポンジはこの時投資家にこう言った。いつでも資金は引き上げてくださって結構ですよ。はい返すね。動じてないなこいつ。この利益付きのお金をもらった投資家は、やっぱり投資する。と言って逆に投資を希望する人が事務所に殺到した模様。投資家ちょろすぎるだろ。ただポストはこれに終わらずさらに追跡記事を投稿することにした。さすが第4の権力者マスコミ。それで警察も本格的な調査を開始、ポンジのところに取り調べが来た。ポンジはどうしたの？ポンジは、警察の取り調べの間は新規受付は行わない。利子も払う。返金の希望があれば返金するよ。強気な態度を取り続けたようだ。
というか強気な態度を取らないと信用崩壊が起きて取り付け騒ぎが起きるからでは。それでポンジの手下たちは、もしかしてここが踏ん張りどころとモチベーションを上げてくれるって流れ？親分、集めたお金を持って逃げ出しましょうぜ。逃げるなぁ。しかしポンジは逃げなかった。あらやだかっこいい。それで手下たちだけお金を持って逃げた。逃げるなぁ。ポンジは買収した信託銀行から出資してもらって廃線になった商船をアメリカ政府から購入するという計画を考えた。いつの間に信託銀行買ったんだよ。しかし信託銀行の取締役会で拒否された。のぉ。さらにポスト氏は金融関係の人にポンジのビジネスの検証を依頼したんだがある疑問が浮かび上がった。取ったの？ポンジの言ってる切手券でお金を作ってるんだったら銀行からの送金は必要ないよね。もしかしてお金がないことバレた？それで8月2日ポスト氏はポンジが最近ヨーロッパに送金していないことを暴露した。切手券の売買をやってないことがバレたってことじゃん。8月10日ポンジの会社の帳簿と記録は全て警察に押収された。終わった。8月12日ポンジは政府に呼び出されて会社とポンジ自身の破産宣告が正式になされた。最後は政府にまで呼び出された大騒動になったのか。ポンジの負債総額は500万ドルから1000万ドルと言われていて、最初1800ドルしか集めてなかったのによくそこまで集めたな。切手券は30ドルしか購入されてなかった。せめてもうちょい買ってよ。その後ポンジは郵便制度を利用した詐欺容疑で告発されて5年間の連邦刑務所送りとなった。あれだけの大規模な詐欺を働いても5年で済むのか。その後3年4ヶ月で仮釈放になるんだがマサチューセッツ州で窃盗罪で起訴されて裁判にかけられた。詐欺の次は窃盗罪かい。それで9年の禁錮刑を言い渡された。これでようやくポンジは終わったか。ここでは終わらん。なんだと？刑期を残して仮釈放となってフロリダに移住した。20年代のフロリダ州か。それで当時のフロリダは不動産バブル。ポンジに絶対行かせちゃダメなところでしょ。ポンジはシンジケートを立ち上げて投資家に、60日で 200% のリターンを約束するよ。絶対詐欺だろ。一部が水中にある小さな土地を提供した。逆によくそんな土地見つけたな。これがなんと詐欺だった。逆に詐欺じゃなかったら驚きだよ。それで警察に逮捕されて裁判となるんだが保釈された後、イタリア行きの商船に乗船して乗組員となろうとした。まさかの脱穀？しかしアメリカ国内で捕まり無事刑務所行きに。無事に捕まったのか。それで1934年に釈放と同時にアメリカ市民権を剥奪されてイタリアに強制送還となった。イタリアに帰るという結果は一緒だけど理由がダメすぎる。その後はあまり注目されてなかったが自伝だと。自伝出してたの？指導者ムッソリーニに頼まれて経済顧問になった。何それ超すごいじゃん。まあ嘘なんだがな。くだらないところで騙された。その後はブラジルに移住してイタリアの国営航空会社のアラリットリアの代理店で勤務。世界大戦の影響で運航が停止した後は貧乏だったみたいだ。48年に AP 通信がポンジを見つけてインタビューをしたんだが、その時はほぼ失明状態、脳出血で左足と腕が麻痺状態だった。口先一つで何百万ドルと稼いでいた大物詐欺師だったのに悲しいものがあるな。49年1月にリオデジャネイロの慈善病院で66歳でこの世を去った。悪戦身につかずだね。それでこの手法は姿形を変えて今でも出てくる典型的な詐欺商法として認知されている。認知されている割に今でも引っかかってる人がいるのか。日本で代表的なのがオレンジ共済事件というのがあった。オレンジカードってのがあったけどそれとなんか関係あるの？全く関係ない。なんで？社労士の資格を保有していた友部達夫という人物が1980年に日本中高年連盟と名乗り年金などの無料電話相談サービスを開始。なんか加齢臭がしそうな団体だな。失礼すぎるわ。それで83年に年金党を結成して衆議院選に打って出た。なんで政党を立ち上げた？彼らの主張は、年金制度改悪に反対年金倍増を目指す。こういう政党って昔からあったんだな。その後も参院選などに立候補し続けるも負け続けた。めげないな。そんな中86年オレンジ共済組合を設立した。共済って相互扶助を目的としたやつだったよね。92年にこの組合の中で社内預金の名目で貯蓄型オレンジスーパー定期という商品の募集を開始。何がスーパーなの？年間 6-7% の配当を謳った商品なんだ。なかなか高い利率だけど投資としてはなくはない利率だな。その後95年の参院選でついに当選した。おお、なんかうまくいき始めた。その翌年の11月趣旨法違反の容疑で捜索を受けて12月に組合が解散した。このオレンジ共済組合が典型
済的なポンジスキームだったんだ。あの絶妙な利率でポンジスキームだったの？高利率で資金を集めていたんだが、参議院選で当選したことにより信用力が高まった。確かに国会で当選したら信用しちゃうよね。ガーシーは抜かして、ガーシーだけ否定するな。この結果2500人から約90億円の投資資金を集めた。すごい集まったな。それで資金を集めたはいいが、バブル崩壊で投資先がなかった。無計画すぎる。それで投資をせずに6億円を個人で使っていたことが発覚。もしかして選挙で使ってたとかじゃないでしょうね。選挙関連だけじゃなくて借金返済や遊びに使っていたらしい。強い音がクソすぎる。特に友部達夫やその家族の使い方がすごかったらしい。どんな風なの？奥さんは貴金属や靴、リムジンなどを購入。ザ・成金の使い方だな。次男は10万円のドンペリを1日に3本開けたり、150万円のロマネコンテを開けたりしていた。それだけあれば死ぬほどガチャ回せるじゃん。ガチャ換算するな。ナンバーワンホステスが好きで、つけばチップを100万円渡して、道端で会ったクラブママには200万円を渡してたらしい。そんなにもらうと逆に怖いわ。総額1億円の高級熱帯魚を買っていただとか、アイルトンセナのレースカーとかも購入したとか。他人のお金でそこまでアホな使い方できるの逆にすごいな。当然親子ともども逮捕。友部達夫は国会議員だったが、議員辞職勧告決議が可決された。ということは議員を辞めなきゃいけないのね。わいは辞めへんで。はぁ？この決議は法的拘束力がなくて、友部は辞職を拒んだ。実刑が確定するまでの4年間国会議員の地位を守り続けて 1.6 億円の給料を受け取った。メンタルが鋼すぎる。これがオレンジ共済組合事件だ。ポンジスキームが今後なくなることはなさそうだな。ポンジスキームを詳しく解説したがどうだった？騙す方も騙される方もどうかしてると思う。ちなみにポンジスキームは、最初儲かるがタイミングを誤るとお金が返ってこない。最悪全額失うことになる。自分の出資してたお金は既存の出資者に回されるから、そりゃそうか。基本的にはこういうのには投資しない方がいいな。もしどうしても投資したい場合は、投資先の投資方法や回収方法、計画性や実行性などもきちんと見ないとダメだ。それ素人が確認するには無理があるのでは？まあなんで基本やるなという話よ。でも儲かる話には抗えないのが人間の差がなんよ。抗え。ウィッス。ということで今回はここまで。ところでなぜこの動画を作ったの？このチャンネルでは定期的にこういう啓蒙をしているからな。という立派なチャンネルっぽくして、本当の理由は何？新年早々体調が悪化して準備時間が足りなくて、このテーマだったら早く作れると思ったから。理由がひどい。